36倍、ちょっと待って。ダメ、危ねえ、危ねえ、危ねえ、今気が狂いそうだった。これで全て解決じゃねえのか、おい。まずこれで流れを掴んでみねえか、みんな。そしたら4000枚だぞ、お前。6000枚だぞ。まずはこれで流れを掴んでみないか。手堅く行くのが博打じゃねえだろうが、バカ誰が。流れ掴むんだよ、まずここで。まずここで俺が、まず俺がここで勝利をし、頼む黒、頼む、決まってくる、頼む黒、ははははぐにゃー。だがこれでいいんだ、博打ってのはそういうもんだ。待てよ、もう次、おじさんで今悪魔のささぎ、俺がもう次これで勝ったら戻ってくるっていうさ、悪魔のささぎが、おい、悪魔のささぎがやべえ、おい、これで戻せるんだぞ、おいおい、戻せるんだぞ、おい、違う、待て、おい、違う、待て、これ連帯責任いけべ、今からさ、俺がアンケート取ってさ、赤か黒かできるべ、じゃ、これ戻すべ、マジで戻すべ、非売品売ることになるからな。5、4、3、2、1。おお、黒、信じるわ。黒 61.3%。 乗った。これが博打だ、みんな。この4000枚をプッシュできるのか、もう一回スロットに。よしよし、まずは引き上げた。一回、外の空気吸いに行こう。まずはこのターンなくて、一回外の空気吸いに行こう。これだから博打はやめられねえ。これだから博打はやめられんわ。よしよし、振り出しに戻った。一生いっぱいだ。おじゃ、一生いっぱいだから一回外にちょっとタバコ吸いに行ってよ。一回落ち着かせよ。安価で決めるからね。じゃあまずは、安価で決めるよ。ニコ生、安価取ります。あれな。1000枚だからね、最高。いくらかけるかまで言ってね。いきまーす。はい。13から24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 。13、14、10、あ、このライン、あ、なるほど。オッケーオッケー。ここに何枚？ここに1000枚でいいな。枚数なかったらもう上限だからな、うちのルールは。なるほど。お前は13から14に1000枚と。当たると3倍、3000枚だと。まあ悪くない。いいかけ方。OK、じゃあ次 YouTube。いきます。黒の17に1000枚。いい博打を打つようになったな、お前ら。いい博打を打つようになったな。いい博打を打つようになった、お前らも。よし、それでいい。いいね、これ黒の17来たらとんでもない額になるぞ。ああ、俺だな。勝たなきゃいけない。これ勝たなきゃいけない勝負だ。赤に2000枚。よし、行こう。よし、行くぞ。はい、行くぞ。勝った。これは来るでしょ、さすがに。ちょ、お前任せろ、マジで。お前らの負けも。頼む、赤来て、赤攻めて、赤来て、イエース、イエース、イエース。
からやめられねえんだカジノは。これがやめられねえんだ。もうみんないい線言ってたな。これだから博打はやめられんわ。よし3000万増えた。よしよし、一回戻ろう。なんだこの一回一回がこの命を削れた仲間。ちょっと空気吸いに行こう。一つ一つ痛い。大怪我する、大怪我。空気吸いに行こう。まず3000万、これでかいでしょ。おい、これまでの結果を見てくれ。赤赤赤赤、黒黒、赤赤赤赤赤赤赤。一般的な考えからすると、さすがに次はより戻しが来て黒にかけたくなるところだが、俺は違う。もう一度赤に1000枚負けね。じゃあ次黒来るだろうなんてねえから、次も赤。じゃあニコ生撮ります。ギャンブルってそういうもんなんだよ。いきます。はい、1,2,500。いいかけ方だね。あ、500がないよ。つまり200刻みだからね。もう一回200刻みだから、200刻みだからダメだよ。もう一回いきます。で、マックスベッド1000枚だからね。はい、どこだ、勝てるぞこれ。おい、1点買い。いいね、悪くない書き方だぞ。悪くない。いや、結局こうやって倍にしてってもいつかは負けるから、こういう勝負は悪くない。すべ、誰かが勝ちゃいいんだよ。誰かが、宝箱1000枚。絶対負けた。おい、マジかよ、お前ら。そんな勝負師だったのかよ。そんな宝箱に1000枚って。よし、いや、わからねえ。ああ、黒にかけてんけど、よひよりたくねえ。いくぞ。本当にやめて、本当にいらない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 。まあでもしょうがない、これは博打ってのはそういうもんなんだ。俺から決める。赤に1000枚。ニコ生、1から6に1000。また微妙な稼ぎに来てるね。いい感じに当たると6倍。ほー、悪くない。ナイスナイスベット。勝負師だね、勝負師だね。6分の1か、ん、違う、36分の6。6分の1、いいね、悪くない。 YouTube、22から27に1000。お前もうチキン少なくなって一気に日和始めてんじゃねえかよ。いや、22から27、あ、22から27 かけれないんじゃない、これ。あ、できた。ほー、そういうかけ方もできるんか。え、22から27ってできる。あ、へー、
我々が求める数字は1から6、22から27、もしくは赤。いくぞ、一世一代の大勝負いくぞ。やめて、やめて、苦しい、グルガーベッドレアー、あー、ゲスト6だったらよかったのに、あー、結果マイナスグニャー。やばい、ちょっと待って、おい、やばい、告知、ちょっと待て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 、あー、今惜しかったな、今5入りかけたんだけどな、一瞬怖すぎる。おい、ちょっと勝って4000戻すぞ、勝って4000戻すぞ、勝って絶対4000戻すよ。5、4、3、2、1。もう偶数でいこう。53% 偶数。これだよね。いくぞ。実際の俺の全財産かけてやらせてくれよ、おい、やんべえ、今度俺の実際の全財産かけてよ、これでだけやめられねえ、これだからやめられねえ、おい、実際の俺の全財産かけていくべ、博打に。あぶねえ、これだからやめられねえ、振り出しに戻した。よかった、あぶねえ、戻した戻した、みんな戻した戻した、よし、行くぞ行くぞ。ちょっと仲間の様子を伺おう。グレイグに聞こう。嫌だよ、これなんかしねえ、バカ誰か。博打の最中のくだらないこと言ってんじゃねえ。グロッタの町にある俺の像は16年前に魔物がユグノア王国を襲った時の俺の功績を叩いて建てられたものだ。功績を叩いてくれるのはありがたいが、自分の巨大な像が立っているというのはどうも恥ずかしくて、うっせえ、バカ誰。博打の話しろ。釘の話しろ、お前はずっと。お前の剣を打って釘にしよう。溶かして。そうしよう。ごめん、みんな、ちょっと待って待って、いいこと考えた、今のなし、あのさ、誰か一人に決めさせよう。誰か一人に決めさせよう。あ、真ん中一列、一さん、誰か一人に決めさせよう。我こそはという人、我こそはという人、監督システム、俺は運がいいぞって言った立ち見 D のあなた、米番はちょっと分かんない、中段、中段に何枚、中段に何枚、あ、名前はお前の名字教えてくれ、お前の名字教えてくれ、中段に何枚、中段に1000枚、 OK、 お前名前は何て言う、お前名前教えてくれ、名字、中段に1000枚だ。お前の名前教えてくれ、寺内、ありがとう、おい、中段の寺内頼むぞ、お前を信じるで、寺内。あなた3000枚。お前にも好きなもん買ってやるからな。YouTube。YouTube 安価でいいや。YouTube 安価。1000枚だ。寺内に1000枚ってやつがいたからいいんだ。そいつしよう。おい、寺内に1000枚かけたやつがいるわ。ってことは、中段に2000枚だ。悪くないかけ方。それはいいかけ方だ。寺内が2000枚、俺と寺内が背負うわ、ここは。これどう？このかけ方。俺と寺内が2000枚ずつかけるわ。一気に増やすぞ、寺内。で、要は、2580なんか、11なんか来た日にはだよ。1万枚の大台に乗る。さあ行くぞ、寺内。負けたら俺とお前で責任取るぞ。
マジで絶対おじゃやあ、あ、俺当たったの。イエーイ、イエーイ、イエーイ、よーし、よーし、一旦決めた。これよ、これぞ、これよ、これが真のバクチ打ちよ。見たか、これができないやつはダメなわけ。よし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 、あと6万枚。よし、伝説に挑むもの。おい、今日はこのカジノで俺は伝説に挑むからな。いねえだろ、あれだろ、どうせみんなちまちま、どうせスロットは絶対にコイン増やしてすぐ20分で100万枚いくよみたいなちまちま増やしてんだろ。伝説に挑んでるやついんのか。ルーレットでよ、7万枚まで増やしたやついねえだろ。俺が今日伝説に挑むから、博打で、ちゃんとした博打で俺が伝説に挑むからな。よし、11に2000枚のりたけ。11に2000枚。おい、大変。なるほど、加藤11の11、悪くねえ勝負だ、悪くねえ勝負だ、のりたけいい勝負だぞ。増やさなきゃダメなんだよ、結局ちまちま増やしてたらギャンブルじゃねえんだよ。ギャンブルなんかやってるやつなんて一気に楽して稼ぎて、そういうやつばっかりだろ。乗ろうぜ、これこそだろ。行くぞ、30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 、
じゃ10秒で10万ゴールド負けた。現実を直視するな。札束で換算する俺たちの精神はどうかしてしまう。希望を背負ってやってんだからな。名を名乗ってくれ。名を伊藤下段2000枚。お前、おい、カイジ参戦ついに。カイジ参戦。いい名前だ。お前はカイジと呼ぼう。おい、下の名前も教えてくれ、お前。今日だけ下の名前、どうしよう、似てたら。お前、下の名前も俺にこっそり教えてくれ。頼む、言わねえから。こっそり俺にだけ教えてくんねえか。頼む。コメント教えてくれ。伊藤。こっそり教えてくれ、頼む。ケイジとかだ、どうしよう。ショー、よし、行くぞ、ショー。お前、あれだ、母親に言ってよ、戸籍変えてくれ、カイジに。今すぐ。行くぞ。行くぞ。行くよ。これで負けたらコイン3000枚だからな。なんか今すごい優秀ですけど、競馬で500万負けてる俺に任せてくれ。分かった、お前、競馬で500万負けてるお前に任せるわ。生粋のギャンブラーを見つけた。その借金ここで返そう。俺が返してやる。俺がもしお前があったら肩代わりしてやる。500万枚するぞ、お前に任せた。タチンビーのお前、競馬で500万負けてるお前、お前の持ち金1000枚、ここで勝て。今までの負け分を吐き出せ。ギャンブラーじゃなくて、ただお金払って馬のレース見てるだけのお前。
お前500万かけてただ馬が走ってるとこ見てる。お前ダビスタやってた方がいいぞ。さあ払え、払えじゃねえ、さあかけろ。お前しかいねえんだ養分、 JRA の養分。熟考してるね。熟考してる、すげえすげえ熟考してる。いいよゆっくりでいいぞ。おい競馬で100万500万負けたお前、名字教えてくれ。俺もう絶対名字聞かねえと信頼できねえ。俺の1000ゴールド、お前1000ゴールドいくらか知ってるか。2万だぞ。2万お前に預けてんだからな。紀藤翔平25歳だ。いいね。お前それ期待できるぞ、紀藤翔平。お前絶対いじめられただろ。おい紀藤つって、ちょっとさ流行りに乗ってさマッシュルームヘアしたら、おい紀藤がよ、紀藤みてえな髪型なってんぞみてえな。今日で俺があれしちゃうかな。あ、1から9かけらんなくない？かけられんの1から9。インクかけられる。インク1から9ねえぞお前。だから負けんだバカ。お前が500万負けてる、お前が500万負けてる理由が今分かったわ。ルール分かれバカかよお前。もう一回チャンスやる祈祷。お前のそのちゃんと待ってやるから。さあ祈祷お前だぞ。最後お前どんだけ考えてんだよ。お前が4から9に1000枚。ほーなるほど、ここね。さあじゃあ考えようか。奇数もしくは4級もしくは16から21。うん悪くない。さあいくぞ。4級16から21奇数。まだだ、まだある、まだ目はある。金が戻ってきたぜ、金が。おいみんな、金が戻ってきたぞ。まだいける。4万ゴールドあれば俺は立て直せる。よし、もうこれでもう全て、俺の全てをぶっ込んだ。赤、黒、いける。まず4000万円にしよう。あー、ほんと宝箱の確率めっちゃ高い。でもだったら来ねえだろ。5、4、3、2、1、結果を表示します。めっちゃ割れてる。今までで一番割れてる。黒 52.3%。 黒でいきます。めちゃめちゃ割れてる。この2000ゴールドは俺が今までセクセク60時間ぐらい貯めてきたなけなしの2000ゴールド、なけなしのコイン2000枚。
潰れろよこのクソカジノ。絶対リベンジに行くかんだってね、おい。くだらねえ、ストーリー進めよ。くだらねえわギャンブルとか。目が覚めた。